はい、どうも、イズログイズです。今はですね、途中経過の、勝手な報告ですね。で、一応、日野ハウスに引っ越してきて、大体3月10日に引っ越してきて、ようやく、1ヶ月があともうちょいで経つんだけれども、大体部屋を作るにも、できるだけ無料で作りたいというわけで、で、今、ジモティーにて部屋作りをしている最中です。で、あと、今、ジモティーにて手に入れてきたものは、モニター、モニター、モニター。これも、モニターですね。一応、こっちは割れてるモニターですね。結構、激しく割れてるやつもあれば、これも、多分、これは通電をちょっとチェックしないとわかんないけど、モニターですね。少し割れが入ってるモニターですね。あっちはまだ、あっちは割れてないけど、電源入るけれども、液晶が映んないっていう、ちょっと、わけあり。で、右のビッグカメラの紙袋は、あれですね。ACC、電源、ACC ね、アダプター、電源アダプターないから、電源入るかどうか動くかわかりません、みたいな感じですね。のものですね。奥にレンジと炊飯器。これもジモティでタダでもらってるので、ただですね。で、あとはこの、冷蔵庫もただ、このパソコンデスクもただですね。大学生ですね。多分台湾人の大学生がもう日本の大学を卒業するので、もらってほしい。引っ越しができない。荷物があると引っ越しができないからもうもらってほしいみたいな感じでこうぶん投げたやつですね。で、今はもうないけれども、この照明もそうですね。ニトリの8000円ぐらいの12畳用の LED だからめちゃくちゃいいものですね。あとはこれ今日もらってきたタニタの体重計。なんだけど、あれ？なんか、一応これが日野ハウス、僕が今借りてる部屋で、一応年内もしくはまだ1年いるかもしれない部屋なんですが、聞こえる？これ。あとなや、あちょっと今、ずっと、この奥ににゃ、あの、にゃんこ部屋があって、そのにゃんこが今騒いでるのよ。結構今この前、携帯のマイクが拾うかはわかんないけど、それが今どんどん、夜な夜なうる、結構夜な夜なうるさいっていう話ですね。で、あと、そう、今日もらってきたのは掃除機と、ちょっと今日もらってきたやつをまた、あとは扇風機と掃除機。これらも今日僕がもらってきたものですね。一応この引っ越しの時期を、おっつ、狙えば、引っ越して全部家具を、冷蔵庫だろうが、洗濯機だろうが、処分する人いるんで、その人たちから引き継ぐじゃないけど、全部もらってしまいさえすれば、別に、ただで何でもかんでも揃うってことですね。ただ、繰り返していくと、どん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 年式が古くなっていっちゃうから、その古いものを処分するのにまた貧乏くじ引いちゃったみたいな感じで、あれですね。リサイクル料金を払わなくちゃいけなかったりするので、そこは気をつけたいところだけれども、ここ日野ハウスっていうのは、結構車があればね、近くにマテリアルリサイクル。要は廃品回収で鉄くずとか、そういう、廃品回収で回ってる人たちがその集めた廃品を現金化するために必要な、鉄くずとかを、あれですね、お金にで現金化できるお店っていうか、リサイクル屋がいっぱいあるんで、八王子まで行けば。だからそこまで行けば、実質どんなものをもらっても、10円、20円だろうが、現金化はできるので、リサイクル料金の3000円とか6000円払うっていう必要はないっていうことですね。
はい。で、あとは、これ聞こえる？ああ、真っ暗でちょっと見えないか。今ね、にゃんこが窓ガラスをどん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 叩くんだよね。まあ大体、ちょっとね、暗くて分かりにくいけど、あ、そうそう、あとタダでもらったものとしては、この DVD もそう。なんかね、就活、終わりの活動をしてるっていう人がいて、その人も、そういう人たちがなんか生前のなんか荷物整理で、ジモティでなんかあげてますっていうのがよくあるんで、ちょっと、そういう人からもらったものもあるんだよね、ちょっと怖いけど。あ、これが、にゃんこ部屋のにゃんちゃんですね。火のハウスの。でもこれ、よーく見るとね、これ、首になんか犬のリードがついてるよね。まあ、さっきまでどん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 やってたんだけど、まあ、ライトがあるからかもしんないよね。で、普通、猫って、繋ぐかな？繋がないよね。多分猫って繋がないよね。まあ多分そこら辺がちょっと独特なものかもしれません。まあ一応ジモティで集めたものと今火のハウスに移ってきて、まあ持ってきたもの、集めたものですね。まあこれらを、まあどうにかこうにかして、まあどうにかこうにかします。で、まああと明日と14日かな、予定では。で、あとはここに、トースターだったり、あとは、レンジはあるから、まあ、レンジのトースターでいいかな。まあ、あとは棚とかが入って、あと、これ、でっかい冷蔵庫が来ます。まあ、あとは、冷凍庫がないと、食べ物の保存って1ヶ月単位でできないから、まあ、そこら辺かな。まあ、ほぼ、ガソリン代5000円かな。計、まあ、今、エブリィの 62V だけど、まあ、だいたい、元で5000円。まあ一応ガソリン満タンだけれども、まあガソリン満タンだけれども、まあ大体新生活のなんと何点セットみたいなやつはもう5000円でもう元値揃ってるから、あとはちょっとこのモニターたちをちょめちょめして、まあうふふな感じにしていこうかなって感じだね。まあ、あと、できれば2段ベッドが欲しいなって感じです。まああとはちょいちょい集めたものを処分していかないと、ちょっと物溢れ返ってたまらないので、まあ、ぼちぼち処分をしていきますっていう途中経過でした。